もう、どっちつかずでは生き残れませんよ。皆様、いつもありがとうございます。日いずる国 TV のお時間です。今回のお題は、次から次へと困った踏み絵についてです。米国が進める中国包囲網に、お隣が戦々恐々としています。そんな内容を、中央日報の記事を一部抜粋してご覧くださいませ。タイファーウェイサプライチェーン崩壊作戦に米国も参加しろとの圧迫だ。米国政府が15日に発表したファーウェイ追加制裁案を手にしたある半導体業界関係者の分析だ。米商務省が発表した今回の措置の核心は、今後米国の技術装備を使った半導体をファーウェイに供給するには米国政府の許可を受けよということだ。世界の半導体企業のファーウェイへの納品を中断させるという脅しだ。米国政府は昨年5月、自国企業に半導体など141個の製品をファーウェイに供給するなと指示した。米マイクロンの DRAM とクアルコムの通信チップはファーウェイ製品から一斉に抜けた。その穴はファーウェイ子会社のハイシリコンが開発した通信チップとサムスン電子、SK ハイニックスの DRAM が埋めた。ファーウェイはスマートフォン新製品を発売し続け、第5世代 5G ネットワーク装備市場で市場支配力を維持した。ファーウェイに致命傷を負わせたかった米国政府が、1年間の接種不振の末に切ったカードが今回の措置だ。9月から施行されるファーウェイ追加制裁案の一時ターゲットは、台湾のファウンドリー、半導体受託生産企業である TSMC になるだろうとの観測が優勢だ。半導体生産施設がないファーウェイは、これまで TSMC を通じて必要な通信チップなどを調達してきた。米国が自国企業であるクアルコムの通信半導体供給を断っても、ファーウェイがスマートフォンを発売できたのは TSMC の力が大きかった。との内容です。この話の追加情報として、18日の日経新聞電子版によると、米政権がファーウェイに対する事実上の禁輸措置を強化したため、実際に台湾の TSMC はファーウェイからの新規受注をストップし、それまでに受注済みのものに関しては通常通り出荷するとのことです。この元記事を要約すると、中国のファーウェイ生産に重要だった台湾の TSMC からの部品供給をストップさせ、次には間違いなく中国と年間10兆ウォンもの取引をしているお隣のサムスンや SK ハイニックスに対して台湾と同じく米国からの圧力がかかってくるので、今後さらに業績が落ち込んでくるのを懸念しているということです。また別の情報では、日本に対しても同様に米国から何らかの協力が求められてくるだろうとの話もありましたね。それにしても、この記事の内容にもあったファーウェイへの納品を中断させるという脅しだとありましたが、このニュアンスがもうすでにレッドチームだということを自白しているようなもんですね。お隣としては、他の国よりも GDP に対する貿易比率が圧倒的に高い中国との関係を断つこと自体が完全なる経済の終了を意味してくるので、もう公式にレッドチーム入りを宣言した方が楽になれるような気はしますがね。今後日本も人のこと言えませんが、米国からお隣へ求められるであろう新たな踏み絵、果たしてどうするんでしょうか。以上、もうバランサーは卒業して楽になれる方法わかってますよね。